ポール・シムノンは、イギリスのミュージシャン。元ザ・クラッシュのベーシストとして知られる。最近では、2007年1月に、デーモン・アルバーン、サイモン・トング、トニー・アレンと組んで、アルバム、ザ・グッド・ザ・バット・ザ・クイーンをリリースした。ロンドンのブリクストン出身。父親のアンソニーこと、ギュースターブ・アントワーヌは、公務員で、母親イレインは師匠をしていた。8歳の時に両親が離婚。 南ロンドン地区で育ち、約一年は、音楽家だったまま父の勉強のため、弟を含む家族4人で、イタリアのシエーナトローマで過ごした。クラッシュに入る前は画家を志しており、ロンドンのアーチウェイにあった、バイアムショー、アートスクールに進んだ。1976年に、ギタリストミック・ジョーンズに誘われ、クラッシュに加入。ジョーンズはこの時、シムノンにギターを教えようとしていた。 しかしこの楽器は、シムノンには、難しすぎると判明。ジョーンズは代わりにベースを教えることにした。シムノンは、バンドの名前が上がるにつれ信用され、衣装やステージの垂れ幕といったビジュアル面を任された。彼はまた2枚組アルバム、ロンドンコーリングのジャケット写真でその名を、不及のものとした。ペニー・スミス撮影の、シムノンがベースを叩き壊す。この写真は、パンクの象徴となった。 1980年には、ダイアン・レイン主演の映画、EN レディースジェントルメンザ・ファビュラス・ステインズに出演。パンクバンドのベーシストの役で、バンドの他のメンバーは、デイ・ウィンストン、スティーブ・ジョーンズ、ポール・クックが演じた。シムノンは、クラッシュの曲中3曲を書いている。ロンドン・コーリング収録のブリックストンの銃、サンディニスタ。収録の歪んだビート、 そして B 面曲のロングタイムジャークである。彼はコンバットロックのレッドエンジェルドラグネットで歌ってもいるが、これはジョー・ストラマーが書いた曲である。シムノンはクラッシュのほぼすべての曲でベースを弾いた。シムノンが弾いていないのはコンバットロックでのベーストラックはジョーンズかエンジニアのエディ・ガルシアに捨てられたと考えられている。またサンディニスタの 初期レコーディングでは、ジョーンズか、ジョーストラマーがベースを担当し、シムノンは、レディースジェントルメン、ザ・ファビュラス・ステインズの撮影終了後に、数曲を録音し直した。西インド諸島からの移民が多いブリックストンで、ジャマイカ音楽に親しんで育ったため、ベースを弾き始めた頃は、レゲート・ラモーンズのコピーが主な練習法だった。彼の対位法によるレゲエに影響されたラインは、 複雑さとバンドにおけるベースの役割という面において彼をその時代のパンクベーシストの一軍から一線を隠した存在とした。また指引きを嫌っており一貫してピックで演奏している。1986年のクラッシュ解散後、シムノンはバンドハバナ午前3時を指導。バンドは解散するまでに日本でアルバムを録音した。彼は セックスピストルズのスティーブ・ジョーンズと共に、ボブ・ディランのアルバム、ダウイン・ザ・クルーブのセッションにも参加した。2007年現在、ブラーのデーモン・アルバーンと共にザ・グッド、ザ・バット・ド、ザ・クイーンを結成し活動している。また、シムノンは、クラッシュに加わる前に目指していた画家としても、活動している。何度か、展覧会を開き、アルバーンとのプロジェクトのアルバム、ザ・グッド、 ザバットザクイーンからの曲、ハーキーアリアンのカバーデザインのみならず、ミック・ジョーンズのバンドビッグ・オーディオ・ダイナマイトのアルバムのカバーデザインを手掛けている。テレグラフ氏によると、彼の絵をリリー・アレンが二万三千五百ポンドで買ったとのことで、ある。さらに、二0 1年にはゴリラズの客演ギタリストとして、再び、アルバンドのコラボレーションを観光、ミック・ジョーンズも参加し、久々に、 クラッシュの二人が顔を揃ったことでも話題となった。ザ・クラッシュとして活動していた一時期には、パール・ハーバージ・エクスプロージョンズのボーカルだった、パール・ハーバーことパール、イー・ゲイツと結婚していたが、後に別れている。2009年、ザ・クラッシュのマネージャーであったトリシアとの間に生まれた、ルイとクロードの兄弟が、プラダの春夏コレクションのキャンペーンに起用された。撮影したのは、 以前から息子たちと交友があったエディスリマン。クロードはまだ14歳であった。また兄弟は母親、トリシアの友人でもあるジョンガリアーノの春夏、コレクションでランウェイを歩いた。シムノンは白いフェンダープレシジョンベースとアンペグの組み合わせで有名であるが3のアンプも使う。楽器を ペンキやステッカーでデコレーションすることもよく知られており、ベースの上部方にはよく文字が書かれている。初期のベースには、どこを押さえれば、何の音が出るかが、ネックに書かれたものもある。ポールと刻まれた、プレシジョンベースクラッシュハバナ午前3時ザグッド、ザバットザクイーン。ありがとうございます。